将棋、囲碁などのボードゲームをする際にあらかじめ定められた対局に使用できる時間限度のこと。持ち時間を使い切った対局者は負けとなる。対局両当事者に同じ持ち時間を定めることで公平を保ち、ゲームの途中放棄や恋の地帯による相手への嫌がらせを排除する目的で設定される。あらかじめ定めた持ち時間を過ぎると即時間切れとなる設定。 制限時間が来ると、無常に対局時計の旗が落ちる様子からギロチンとも呼ばれる。最も単純な方式で、対局時間もあらかじめ定めた時間よりも延長しないこと、どのような対局時計でも対応していることから、アマチュアの大会や早指し、練習対局などで主に採用される。シビアで、緊張感がある一方、時間切れ間際での寄付のレベル低下や、 盤上の勝負と無関係な時間切れによる決着、終盤時間に追われた対局者による局面の乱雑化や対局時計を叩き合う見苦しい状況などが起こり得るため、プロによる公式な大会ではほとんど採用されない。囲碁や将棋で主に行われる設定。持ち時間を使い終わった後も一定時間内に差し続ければ時間切れにはならないという方式で、 時計係が秒数をカウントすることから、秒読みと呼ばれる。すでに盤上で、ほぼ勝負がついている場合、次の手にほとんど時間を取る必要はないため、秒読みを採用することで、勝負に勝って、試合で負けるような事態を避けることができる。差し切りの問題点を解消できる代わりに、採用するには時計係や秒読みに対応した、デジタル式の対局時計が必要となる。加えて、 対局終了の時間が定まらず、延々と続く可能性があるため、アマチュアの大会では進行の遅延を招くとして、敬遠されがちである。あらかじめ定められた持ち時間に加え、一手ごとに決められた時間が、加算されていく設定。加算時間より早く次の手を指すと、残りの加算時間分持ち時間が増える点で秒読みと、異なる。後腕者であるボビー・フィッシャーから、 フィッシャーモードと呼ばれる。秒読みと同様、指し切り方式の問題点を解消した方式だが、対応したチェスクロックを必要とする。また、設定によっては持ち時間が増え続けるという事態も起こりうるが、地図は将棋などに比べると一局が短いので、あまり弊害がない。また、公式な競技会で採用されるため、チェスクロックには、フィッシャーモードへの切り替えができるものもある。 コンピュータ将棋の大会である世界コンピュータ将棋選手権では2016年の第26回大会より持ち時間10分プラス1手ごとに10秒加算のフィッシャーモードが採用されている。また2018年にスタートしたアベマ TV トーナメントでも採用されている。下表ではチェスクロック方式の対局で持ち時間を使い切った後に行って1分未満で指し続ける1分将棋に 1> 印1手30秒未満の30秒将棋に、星印1手40秒未満の40秒将棋にを付している。色付きはタイトル戦である。昭和の初めまでは持ち時間制は採用されていなかった模様である。かつては非常に長い持ち時間の規制も多く、最初のタイトル戦である名人戦では持ち時間15時間の3日制を採用していた。 また、南前寺の決戦として知られる、坂田三吉と木村義雄の対局では、持ち時間を30時間と設定し、7日間にわたる対局となっている。21世紀に入ってから持ち時間が短縮された例がある。2005年に新人王戦の持ち時間が4時間から3時間になった。2007年には、朝日オープン将棋選手権が、朝日杯将棋オープン戦に移行された際、 持ち時間が3時間から40分に大きく短縮されている。2009年には規制線の一時予選の持ち時間が1時間に短縮されている。第75期順位戦からは B 級2組以下はチェスクロック方式に変更された。近年、将棋は前述のように早差し下傾向にあるが、第75期順位戦の変更ではそういった意図はなく、昼食、 夕食休憩を短縮した関係や寄付係を務める、奨励会員の負担を軽減するためである。日本将棋連盟の対局規定では、千日手や、持ち将棋の成立による、差し直し、つぼねの持ち時間は、成立時の残り時間を引き継ぐものと定められている。なお対局者のどちらか一方、または、双方の残り時間が1時間未満であった場合は、 残り時間が少ない方の対局者の持ち時間が1時間となるように、両対局者の持ち時間に同じ時間を加算する。ただし本来の持ち時間を超えて加算されることはない。再度差し直しとなった場合も、同様の措置をとる。また、早座敷規制等、持ち時間が1時間以下の規制の差し直し、つぼねの持ち時間の扱いについては規制ごとの実行規定に定められている。 対局者が秒読みの最中に駒を手から落とした場合には指で盤面部分を押さえどうすかを言えば着手の代用と認められる。基本的には将棋と同じ。ただし記録係が消費時間を計測する場合で対局時計を使わない場合において違いが生じてくる。この場合記録係は消費時間の記録のために通常の小型の時計を用い、 その分針の位置で消費時間を計測する。そのため、次のような状況が起こる。ある局面から、たまたま双方が一手ごとに50秒ずつ使って6手、進めたとする。説明の都合上ある局面になったのが午前11時、きっかりとし、次の手伝いを黒とする。すると、結果、黒に消費時間2分、白に消費時間3分が記録されることになる。これに対し将棋では、 全ての手に対して、消費時間は0と記録され、結果双方とも消費時間は0である。なお、残り時間が逼迫して、秒読みが始まっている場合は適用されない。昼食、夕食休憩も、将棋同様に存在するが、若干時間が異なり、日本棋院対局管理規定によれば、タイトル戦、テレビ棋戦などを除き各45分。また秒読み中でも、 相手の手伝いの際に中座しその間に相手が打着した場合、秒読みには加算しない。対局に持ち時間制を設けたのは1922年に設立された非正解で当時左官になり出した労働運動で8時間労働が唱えられていたことを参考に一日近く8時間で2日打ち切りとして持ち時間を各16時間とした。その後、 1924年に設立された日本。1937年に行われた本因坊引退後挑戦者決定リーグ戦では、各12時間、同年から開始された第一期本因坊戦では、各11時間、決勝6番勝負が13時間となった。本因坊戦は1953年の第8期から、挑戦手合は、各10時間2日打ち切りとなる。 1954年開始の早5名人戦では、各4時間が採用されるなど、持ち時間短縮の傾向が進む。1988年開始の世界囲碁選手権、富士通杯では、各3時間となり、世界戦や中国、韓国などの棋戦では3時間が主流となった。さらに2010年アジア競技大会では、各1時間となるなど、スポーツとしての時間短縮化も進んでいる。 後手の右側に置かれた対局時計ファイドの認定マークがついた対局時計チェスでは19世紀中頃から持ち時間の制限が始まり時間を公平に測るため砂時計が使用された自分の手伝いが終わると時計を逆さまにして砂が落ち切ったら負けとされていた1866年アドルフ・アンデルセンとビルヘルムシュタイニッツの試合で2つのストップウォッチが使用された立ち合い人が それぞれの一手ずつの消費時間を記録し、それを合計するというものだった。砂時計よりも細かく測れるため競技会で広まったが、人間が操作することから選手との関係などで手加減が入りもめごとも多かった。1890年代頃からは時計を改造したチェスクロックが考案され、対局者がボタンを押すことで外部の干渉をなくすことができた。 しかし時計を机のどちらに置くかで揉めたことから、後手の右側に配置することで、ハンデの解消とした。1970年代にはデジタル時計の普及したことで、デジタル時計の機能を利用したチェスクロックが登場した。これにより持ち時間の加算や細かな時間設定も可能となった。主要国際大会の持ち時間は、第二次世界大戦頃までは30.2時間。 そこで差し掛けの後15手につき1時間ずつ延長が多かった。第二次世界大戦後は40手2時間半、16手につき1時間ずつ延長となり、さらに40手2時間、20手につき1時間ずつ延長と短縮された。1990年代にはボビー・フィッシャーが1手ずつ持ち時間を追加するフィッシャーモードを提唱。百九十二年の対、 ボリス・スパスキー戦で初めて使用し、この方式は急速に普及した。このため現代のチェスクロックの上位機種は必ずデジタル式でフィッシャーモードでの追加時間を1秒単位で設定できることが必須となる。ファイドでは公式の競技会で使用できるチェスクロックに認定を行っている。1990年代後半になるとコンピュータ解析の発達によって 差し掛けも廃止され、40 2時間、41手目に1時間、追加、61手目に30分追加を一気に行う、7時間セッションと呼ばれる方式が定着した。またこれにフィッシャーモードを加える場合も多い。世界選手権などファイドの主要大会でも同じであったが、ファイドは2000年から90分、初手から1手につき30秒追加。 つまり一人当たり平均二時間弱という短い持ち時間を主要な公式大会で適用した。しかし伝統的なやり方に関わる地域では不評で、2008年からは41点目に30分を加えることにしたが、まだ一人当たり二時間半弱である。このまもずっとクラシカルの世界選手権マッチ、主要招待大会、伝統的なクラブ対抗戦などは7時間セッションで行われていた。 2016年現在、世界チェス選手権大会などでは、40手120分、41手目に60分追加、61手目に15分追加、さらに61手目以降は1手につき30秒追加の方式となっており7時間セッションに近い持ち時間に戻った。非公式の競技会などでは、事情に合わせて持ち時間を短縮したり、指導対局では生徒側の持ち時間を 習熟度や練習メニューに合わせ変更することもある。持ち時間が足りなくなってくると、対局者の思考は、時間不足や焦りなどからしばしば乱れ、それによって勝敗が逆転してしまうケースは、プロ同士であっても珍しくない。考え出せば、キリがない局面では、時間を使わずに、局面の知識や勘で着手し、時間を使えば、 優位を得ることができそうな局面や勝負所でのみ時間を投入するというような時間配分戦略も持ち時間ありの対局では必要になることがある。また、相手方が自身の着手を考えている時間にも自身の着手を考えておくことや、秒読みにおいては自身の着手が決まってもギリギリまで着手せずに先を読むことも時間節約のために有用な技術である。秒読み対局では、 相手に特定の王子を強制する着手で考慮する時間をキープする時間つなぎもしばしば行われる。ただし、ほんのわずかな局面のズレが勝敗に直結する将棋。チェスでは無意味な時間つなぎが即負けにつながるケースが多く、滅多なことでは行えない。囲碁では比較的時間つなぎのリスクは少ないが、鉱材を使ってしまうために不利をもたらす可能性がある。他方で、 あえて時間を使い切り、自身を病読みに追い込むことで集中力を保つことができるという面もあり、各人にあった時間戦略が必要となる。ただし、特に囲碁において相手方の持ち時間を切らせるために、故意に終局に同意しない行為は、マナー違反とされている。大会によっては、審判権限で、形成判断の上で時間切れの側に勝ちを認めるなどの対応が取られるケースもあり、 持ち時間戦略にも節度が求められている。ジスにおいても相手が自分をチェックメイトできる戦力がない状態での時間切れは負けではなく引き分けとなる。ありがとうございます。